0月28日に開幕するロレックス・パリマスターズ、フランス・パリ、室内ハード、ATP1000、は22日、38歳で世界ランク52位の G ・モンフィス、フランス、と同じく38歳で同133位の R ・ガスケ、フランス、がワイルドカード、主催者推薦、で出場すると発表した。モンフィスは通算12度目のパリマスターズ出場。 初出場は2004年で、20年を経て同じ大会に出場し続けることとなった。最高成績は2009年と2010年の準優勝となっている。ガスケは来年の全仏オープン、フランス、パリ、レッドクレイ、グランドスラムでの現役引退を表明しており、最後のパリマスターズとなる。ガスケはモンフィスを上回る通算16度目の出場。 その他では世界ランク50位の G ・ペリカー、フランス、T ・ド57位の A ・マナリの、フランス、にワイルドカードが与えられた。また、予選ワイルドカードには世界ランク68位の A ・ミュレール、フランス、銅73位の H ・ガストン、フランス、同80位の A ・カゾウ、フランス、同90位の Q ・アリス、フランス、の4名が選出されている。